いけない、遅刻遅刻。うわあ、私は花の女子高生エリザベス、橋本環奈に似てる可愛い女の子。ある日突然事故に遭い、目が覚めたら可愛い猫に転生してしまっとった。どうせなら石油王の飼い主がいい。そんな思いでペットショップで石油王を探しとったら、なんかの間違いで普通のお家に連れてかれちゃった。全然お金持ちでもなんでもないお家、イケメン猫と一つ屋根の下の共同生活を送ることになったリリ。リリのハッピーキャットライフは一体どうなっちゃうの？転生したら猫だった第1話、初めてのおトイレ、毎週土曜20時公開。お楽しみに。